ロニー・ウォーカー4世はアメリカ合衆国ペンシルベニア州レディング出身のバスケットボール選手。身長196センチメートル、体重87キログラム。ポジションはスモールフォワード、シューティングガード両方でプレーするスイングマン。NBA のサンアントニオスパーズに所属している。ペンシルベニア州レディングのレディング校に入学し、新人としてバスケットボールデビューを果たし、 27試合に出場し、1試合平均8得点を記録した。次の2年生では負傷し、短いシーズンとなったが、平均16.9点を記録した。3年生として29試合に出場し、平均17.1得点を獲得した。在学中、平均18.4得点、通算1828得点を記録しもと、 NBA プレイヤーのドニエル・マーシャルの学校記録を上回った。2017年1月、マクダナルズ・オール・アメリカンに選出された。2017年3月25日、学校のの117年間の歴史の中で、レッドナイツを初の終戦試験に導いて、パインリッチランドラムを64から60で勝利させた。22得点、8リバウンド、4スティール、 3アシストを記録した。シーズン中、ピラノバ大学、ケンタッキー大学、シラキュース大学、アリゾナ州立大学からのオファーを受けたが、マイアミ大学、ハリケーンズと契約した。2017年11月10日に、マイアミ大学でベンチからデビューを果たし、10ポイント5アシストを記録し、ガードナーウェーブ大学に77から4で勝利した。 12月2日に12得点と5リバウンドの新たなキャリアハイを記録し、プリンストン大学に80の52と対象した。ボストン大学戦での初勝利は26得点7リバウンドを記録した。ルイビル大学戦ではオーバータイムに持ち込むレイアップを含む25点のハイスコアを記録した。ボストン大学との試合で残り2秒で決勝点となる3ポインターを決めて、 七十九から七十八で勝利した。マイアミ大学ハリケーンズをリードしてシーズンを終え、一試合平均十一点五得点を記録した。マイアミ大学での一シーズンが終わった後、二千十八年の NBA ドラフトにアーリーエントリーすることを宣言した。サンアントニオスパーズ二千十八年六月二十一日、二千十八年の NBA ドラフト一巡目十八位で、 スパーズに指名され、7月11日、正式契約を結んだ。レギュラーシーズンプレイオフ2018年、地元の青年ブラックトップリーグ向けに、アディダスのスニーカー300足を寄付している。ゾラという犬を飼っており、自身のインスタグラムで頻繁に登場させている。ペタの広告キャンペーンでは、一緒に連れて行き、駐車車両に犬を置き去りにしないよう、人々に呼びかける等をしている。 2020年6月、トレードマークとなっていた長い髪を切り落とした。その際、幼年期より親族からの性的嫌がらせを頻繁に受けていたこと、トレードマークとなっていた髪を精神的苦痛への対処メカニズムとして伸ばしていたことを明らかにした。ありがとうございます。